愛する聖なる恩神様こうして安息日共に礼拝賛美することができますことを心から感謝いたしますなかなか共に集ってということが難しいですけれどもどうぞあなたが道を備えてくださり最終的にはこの場所に集って共に礼拝賛美することができますように助けてください安息日 天来の祝福と豊かな天の力を一人一人がいただくことができますように助けてくださいイエス・キリストの生ける御名前を通して感謝してお祈りいたしますあめおはようございます インターネットを通してで皆様と共に礼拝できますことを心より感謝いたします。それでは聖書朗読をいたします。今朝与えられました御言葉は、羽くく2「羽ばく二章四節」。羽ばく書二章四節。旧約聖書の交語訳では1298ページ。 神教土薬では1465ページとなります。公語訳聖書でお読みいたします。「みよその魂の正しくないものは衰える。しかし義人はその信仰によって生きる。 開会賛美歌79番です密ではなく賛美できる方は大きな声で共に賛美いたしましょうどうぞご起立ください お敵になる方はひざまずいて共にお祈りを捧げしたいと思います私たちの創造主である天の神様一週間の歩みをお守りくださりこのように安息日をお与えくださいましたことを を感謝いたします一週間私たちが犯してきました罪をどうぞあなたがお許しくださりあなたの前に清いものとさせてくださいまた一週間いろいろなことがありましたどうかその思いを この礼拝のとき、あなたに追いだねし、心からあなたの御言葉を受け取ることができますように、お話をしてくださる二宮先生を強め、どうぞその言葉をお支えください、私たち一人一人にとって、必要なメッセージとしてくださいますように。 新型コロナウイルスの感染が落ち着かず緊急事態宣言も2週間延長となりましたどうぞ早くまたこの会堂でともにあなたを礼拝する日が来ますように肉体的精神的また経済的に 困難の中にある方のことを覚えておりますけれども、どうぞあなたがお一人お一人を豊かに癒し、お支えくださいますよう、この礼拝のひとときを心から感謝し、愛するイエス・キリストの皆を通してお祈りいたします。アーメン それでは献金をお捧げしたいいと思いますこの献金はですね、日本、また世界の伝道のため、また、教会のために用いられます。インターネットを通して参加されている方は、献金を性別していただき、教会に来れるようになったときにお持ちいただければと思います。 それでは献金のお祈りのあとに皆様で、えー、主の祈りを唱和したいと思いますではお祈りいたします天の神様今から献金をお捧げいたしますどうぞこの献金をあなたが豊かに お持ちくださいますよう、また、私たちの心もともにお捧げすることができますように、一人一人を強めてください。お捧げくださるお一人お一人を豊かに祝福しまた、その生活をお守りくださいますように、愛するイエス様の皆を通してお祈りいたします。アーメン天に増します我らの父よ 願わくは皆を崇めさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに負い目あるものを我らが許すごとく、我らの負い目をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力とえとは 限りなく何時のものなればなり。アーメン 本日の説教は、当教会主任牧師の二宮文雄先生によりまして、和解こそリバイバルですと題してメッセージが取り継がれます。その前に、パイプオール案によります特別の賛美がございます。 それではもう一度、幅副書,書,、えー、書,書の2章の4節からお読みいたします。幅副書2章4節です。公語訳聖書1298ページ、幅副書の2章の4節からお読みいたします。2章4節からです。見よ 魂の正しくないものは衰えるしかし義人はその信仰によって生きる魂の正しくないものは衰えるとありますしかし義人イエス・キリストを信ずる者はその信仰によって生きることができるまあ 現代社会見ますとね本当にいろんな問題が山積みです暗闇の時代ですね暗黒の時代と言っ,てか言ってもいいかもしれません一人一人の心もそういうことが言えるかもしれませんだからこそ魂が正しくなければ乗り越えていけないんです魂の正しくないものは衰えますしかしイエスを信ずる者。 イエスと共にある意味より豊かに輝くようにイエスから命をいただいてまたイエスに対する思いにあふれて生きることができます今の時代は信仰を通してでなければ多くの大切なものを失う時代ですこの世に合わしていけばある意味 知らない間に大切なものを失ってしまうんです。でも信仰によって生かされてたらより豊かに最も大切なものを保っていくことができます。信仰から離れれば文字通り真理から離れ道を誤り命を失ってしまいますシエス。シエスを信ずる信仰を持ち続ける時に私たちは豊かに 自分らしく生ききることができます「大丈夫なんですよ。こんな時代に私みたいな存在が小さい存在があるいは罪深い存在が生きていけるだろうか」。いやこんな時代だからこそ私たちは生きていくことができるんですね。「ハバクク書」の3章の2節1,300ページですね。えー 派莫区書の三章の二節、千三百ページを読み出します。三章の二節です。主よ、私はあなたのことを聞きました。主よ、私はあなたの御業を見て恐れます。この年のうちに、これを新たにし、この年のうちに、これを知らせてください。怒る時にも。 れみを思い起こしてくださいこの年のうちに新たにするこれはリバイバルなんです新たな力を受けるんです何が必要ですか私はあなたのことを聞きました主よ私はあなたの御業ざを見て恐れます偽人はその信仰によっていけるイエスとイエスの御業ざを認めることなんです イエスが成し遂げてくださったあがいの技。そしてイエスが今、私たちを迎えるために準備しておられます。最後は再臨です。すべてが成し遂げられます。私たち一人一人の勝利の日です。それを信じていきなさいと言うんですよ。主よ私はあなたのことを聞きました。主よ私はあなたの御技を見て恐れます。 信仰を持って、それを信じて、あなたの弟子として、あなたとご一緒に歩みます。その時に、私たちは新たな力を得ることができるというんですね。ヨエル書にも同じような予言があります。ヨエル書の2章です。1264ページです。ヨエル書の2章、1264ページです。 1264ページ、ヨエル書の2章のです、ね、27節から29節を読み出します。あなた方はイスラエルのうちに私のいることを知り、主なる私があなた方の神であって、他にないことを知る。我が民は永遠に恥ずかしみられることはない。 あなた方はと言いますイスラエルのうちこの街道のうちに天沼教会のうちにイエス・キリスト父なる神精霊がいらっしゃることを知ることができる主なる私があなた方の神であって他にないことを知るこれが擬人なんですよ。世の中はどう変化していってもあれはいろんな 問題が起こっても多様化の時代です暗闇の時代です光がない時代とも言えるかもしれませんしかしこの天沼教会のうちに街道のうちにまた今聞いてくださってる一人一人の皆さん方の心のうちにイエスを捉えるならばイエスがいることを知るならばまたイエスが私たちの神であることを知るならば 他に神がないことを知るならば、私たちは永遠に恥ずかしめられることはない。勝利することはできる。自分らしく生きていくことはできる。そして二十八節。その後、私は我が霊を全ての肉なるものに注ぐ。あなた方の息子、娘は予言をし、あなた方の老人たちは夢を見、 あなた方の若者たちは幻を見る。その日私はまた我が霊をしもべえはしために注ぐって言って言うんです。義人はその信仰によって生きる。精霊の助けを受けることができる。我,我が霊をすべての肉なるものに注ぐ肉なるものです。我々極悪非道じゃないかもしれません。弱さを持ってます。罪深さを持ってます。 限限界があります有限ですでもあふれる命永遠にたる命そして神の身胸を本当に豊かに実現するそういうものを私たちに注いでくださるというんです。それを受け取る時に私たち一人一人が生きることができるというんですね。主を知ることが人とが関係を 人との関係を築くことがまあ人との絆を結ぶことがリバイバルの原動力なんですそのキーポイントはその鍵は和解です父なる神とイエス・キリストと聖霊なる神と和解をすることですこのヨエルにしてもハバククにしても 父なる神、精霊の神、また救い主イエス・キリストと和解する、どういうお方であるかを知る、そのことによって力を得ることができたんですね。そのために何をすべきかがですね、1262ページ、ヨエル書に書いてあります。ヨエル書の2章の12節です。ヨエル書2章の12節です。1262ページになります。 ヨエル書の2章の12節です。主は言われる、今からでもあなた方は心を尽くし断食と嘆きと悲しみと思って私に帰れ、あなた方は衣服ではなく心を避け、あなた方の神主に帰れ、主は恵みあり、憐れみあり、怒ることを即。 慈しみ豊かで災いを思い返されるからである先生私は父なる神と和解してますよ精霊の導きも感謝してますよイエスキリストは大好きですよ今更和解ですか違います日々この経験があるからあるからどうかを問うてほしいんです今からでもいいんです あなた方は心を尽くしなさいって誰に心を尽くしてますか何に心を尽くしてますか、まあ、聖書大好きですよ再利も信じてますよイエスに従っていきたいと思ってますよじゃあ今日一日考えてください別に神や聖書の言葉を否定していませんイエスの弟子であることも見てますでも一番心を尽くしてイエスを 受け取っているでしょうか断食と嘆きと悲しみを持って主に帰っているでしょうか衣服ではなく心を咲いているでしょうか皆さんの心は何に向かって咲かれているんでしょうかイエスに向かってですか分かりきってるでもそれを日々行いなさいそして2章の23節次のページですね 1263ページになります。2章の23節です。「シオンの子らよあなた方の神主によって喜び楽しめ、主はあなた方を義とするために秋の雨を賜い、またあなた方のために豊かに雨を降らせ、前のように秋の雨と春の雨とを降らせられる」。雨が降りますよね。 地面は土地をどうします吸い込むんですよ。私たちの心も同じですよ主によって喜び楽しめとそして主が聖霊の導きいろんな恵みまた御言葉の力また弟子として豊かに教育してくださるそれを喜んで受け入れなさい地面が雨を吸い取るように吸い取りなさい 豊かにらしてくださるまあイスラエルではこの秋の雨これこれによってですね、えー、種まきをするわけですねだからそう考えた時に私たちも心を開いてイエスキリストが救い主であるということそして精霊の導きの中でそれを受け取ってイエスの弟子として歩んでいくことが大切なんです。 あなた方の神、主によって喜び楽しめて。こんな暗黒の時代に、問題の時代に、行き詰まった時代に何が楽しめるんですか。全然大変ですよ。イエス・キリストというお方そのものを楽しむんですよ。なぜ楽しめるんですか。傍らにいてくださるからですすでに勝利なさった方ですよ。この方の弟子であるならば歩み通すことができるからですよ 必ず実るることがでできるからですよだから私たちは喜ぶことができるんですね。じゃあ今日和解ということに入っていきたいと思うんですね。この和解のについて書いてるところはですね、第二コリントです。五章の十七節です。皇語訳聖書の新約283ページです。皇語訳聖書、新約聖書283ページです。 第2コリントになります。五章の17節です。五章の十七節です。283ページ、コリント人への第2の手紙、五章の17節からお読みします。誰でもキリストにあるならば、その人は新しく作られたものである。 古いものは過ぎ去った、身をすべてが新しくなった、キリストにあるならば、キリストを受け取るならば、キリストと共に歩むならば、擬人はその信仰によって生きることはできる、春の雨、秋の雨をいただくことはできる、死を喜ぶことはできる。しかし、すべてこれらのことは神から出ている。 神はキリストによって私たちをご自分に和解させかつ和解の務めを私たちに授けてくださったこの和解はキリストから神から出てるてこの和解ということは17説で新しく生まれ変わるのは新しくされるのは和解でしょ和解を通してと書いてるんですよそしてこの和解は神から キリストによって私たちに与えてくださった。かつ和解の務めを私たちに授けてくださった。すなわち神はキリストにおいて世をご自分に和解させ、その在下の責任をこれに負わせることをしないで、私たちに和解の福音を委ねられた。 キリストイエスと和解するときに私たちは変えられるんですいや先生和解してますよ嫌いじゃありません拒んでませんでも和解ってどういうことなんでしょうか和解というのはですね双方ですねいろんなことで争ってて双方が少し歩み寄りながらまた自分が本当にある意味犠牲を払いながら歩み寄っていってそこで和を結ぶことが 和解なんですじゃあ私たちと神様との和解なんでしょうかある意味私たちは神なき者です罪人ですまあ争ってると思いませんけど争ってる状態なんですよ神なき者なんです我々はすでに裁かれてる死が私たちの運命ですよこのままいけば神なき者として滅ぶるしかないんですよこの和解はある意味 私たちが歩み寄ったり情報することはできないんです無理です一瞬にして本当終わりなんです誰が歩み寄ったんですか父なる神でありイエスキリストですイエスが私がここにいる皆さん方人類一人一人を救うために人類一人一人と和解するために十字架にかかりましょう人になられた30年間の生活 私たちの思いを人間がどういうふうに生きているのか悲しみは何か痛みは何かすべて受け取られた3年半の大生涯公の生涯ここで和解を伝えたんですよ悔い改めなさいってそうすれば神の国を継ぐことができるってそして最後の苦難の週はすべて私たちの重荷を負ってくださったんです 私たちと神との和解は私たちが歩み寄ったんじゃないんです。譲歩したんじゃないんです。何か出したんじゃないんです。神が全て備えてくださった。しかしこれらのことは神から出ている。神によって、神はキリストによって私たちを自分に和解させ,てさせたて。私たちどうすればいいんですか。その和解を受け取るんです。 この素晴らしい和解を受け取り続けることが大切なんですね。そしてこう書いてますね。すなわち神はキリストにおいてようご自分に和解させその在下の責任をこれに負わせることをしないで私たちに和解の福音を委ねられたのである。私たちはですね 神によって知り尽くされてるんです大切な存在だというふうに受け入れておられるんですイエスキリストはそしてその私たちを心から受け取ってそれに私たちが応答するように心から和解の手を差し伸べておられるんです申し上げますありのままの私のすべてが イエスとと和解すす。ることが信仰の到達点ですどっか隠してもいやあの神様イエス様は全部ご存知ですよでもどっか,か隠してるとか見てほしくないとこないですか、まあ、隠,し隠してもわかるんだけども、まあ、神様ちょっとこれ見ないでくださいとかあるいは自分が罪を認めないでこれはもう神の前に罪だと思ってもどっかを押し合っていく今のありのままの皆さんが そのすべてが主イエスキリスト救い主と和解することです主は知り尽くされてます隠すことはできませんでもダビデはあの大きなバテシバの罪に関して罪を犯した時に隠そうとしたわけでしょ彼なんかですね神がすべてをご存知だということは知ってますよ自分のやったことは隠しきれないことも知ってるんです そそれででも隠そうとすするのが人間なんです今の皆さん方のありのままなんですよ。まあ、感謝賛美もあるかもしれません。罪深さもあるかもしれません。それをすべて救い主と和解させることです。知り尽くされてるんです、イエスは。でも私たちは、主が私のことを知り尽くされてるということをもっと知らなきゃいけないんです。主イエスがどういうお方であるのか。 それを受け取って主と和解するならばそれが神聖の新しく生まれるあるいはリバイバルの出発点になるんですよね。主を全てあなたがご存知です。ペテロでしたこれは。三度になみました。どうしようもなかったんです。それでも最後はイエスの眼差しその背後にあるイエスの祈り それによって彼は作り変えられました。到達前とは死を全てあなたがご存知でした。えー、第二リントですね、もう一度、この五章の十七節をお読みいたします。誰でもキリストにあるならば、その人は新しく作られたものである。古いものは過ぎ去った身を全てが新しくなった。 これれ信じておられます本当に皆さん全て新しくなってます選手は否定してませんよね。その通りですよね。でも全てが新しくなったと言ってますよ。現状上どうでしょうかこれを素直に受け取ることができるんでしょうかそれでもこれを素直に受け取っていく時に変えられるんです私たちは。 これが勝負なんですよ。イエスと和解することなんです。あの初代教会はそれぞれがイエスと最も多く和解したんです。イエスが大好きになったんです。あのパウロが言ってますね。あの開きません。テモテ第二の手紙の二章の八節ですね、えー。死人からよみがえった。 私たちのために十字架についてくださった、勝利されたイエス・キリストをいつも思っていなさい。それが私の福音である。いやいや、いつも思ってますよ。我々、いつも思いすぎてどっかやってるんですよ。ないですか。いつも思ってる存在だということを認めてるんですよ。でも、悲しいから、認めてるから安心して外に追いやってるんですよ。 もしもそのお方が明日私たちからいなくなったらどうします <laughs> もっと求めますよ。この大切なイエスが、御言葉が明日なくなるかもわからないと思ったらもっと祈りますよ。御言葉は認めてるんです、十分。神の言葉ですよ。<laughs> イエスも認めてるんですよ。だから安心しきってどっか置いてるんです。明日なくなるかもしれない。 それぐらいの気持ちで求めてほしいんですね。初代教会はあふれましたそして私、今日はですね、賛美歌の312番をですね、ちょっとこうあの、読んでみたいと思うんですね、えー。皆さんよくご存じだと思いますね、賛美歌の312番ですね、えー、こういう言葉あります、312番ですね。えー よくご存知の賛美歌だと思いますこれ「慈しみ深き共なるイエスは罪とが憂いを取り去りたも心の嘆きを包まず述べてなどかおろさぬ終える重によ」これが和解なんです日々イエスと語ってますか、まあ、祈ってますよねでもそれは美ニ・レイグだけになってませんか本当に心から 親友にに話すように自分の思いを語ってるでしょうか慈しみ深き伴うイエスは我らの弱気を知りてあおれむ悩み悲しみに沈める時も祈りに応えて慰めたまう慰めを日々いただいてますかもらったらいいんですよ慰めをくださいと求めたらいいんですよ いやいやそれは慰めてくださる消費者だし、うん、でも私は今こんな気持ちでいや慰めを受け取る気持ちさえちょっと衰えてるまあそうかもしれません慰めを求めてくださいそして三節「慈しみ深き共なるイエスは変わらぬ愛をもて導きたも世の友我らを捨て去る時も祈りに応えていたわりたまん」私 これ若い頃この賛美歌の3番ですね「世の友我らを捨て去る時も」というのはイエスが最終的には私たちが死を迎えることによって私たちを捨てられるというふうに読んでたんです。世の友であっても捨てるのか。これ違いますよね。皆さんがこの世の中で最も親しい交わりをしそして絆を築いてる友が万が一あなたを捨てるようなことがあったとしても あなたを捨てないと言ってるんですこれは絆ですよ和解ですよそのイエスと共に生きることが大切なんですねまあ、少しあの聖書の信仰の出来事はみんなそれにつながるんですねちょっとまずペテロで確認してみたいと思うんですけどもあのペテロはイエスが大好きでした でもイエスという方と全面的には和解してませんでした。一つ例を挙げます。イエスがこれから十字架にお付きになると言ったらどうしました止めたんです。いやそれは違います。やめてください。和解してません。そしてご存知のように三度否んだ時、そうでしたね。あなたはニヤトリが二度鳴く前に三度私を知らないと言うであろう。 イエス大好きでしたむしろ善意ですよそんなこと言わないでください3年半前ならそうですけど今は違います先生私を信じてくれないんですかいやイエス大好きです認めてますそれでもあなたがニヤトリが二度巻く前に三度知らないというイエスとは和解してないんですそんなことありませんそしてご存知のように彼は三度 否むわけです天に向かって「もしも私が嘘をつくならば呪われてもいい」。もう彼は徹底的にイエスを拒んだんですね。でもイエスはどうしました多分ペテロの同じ弟子の仲間もペテロが賛同を否んだ時に彼を捨てたと思いますよ。何を言ってんだ ?3 年半があったじゃないか。でちょっとややこしく言いますと。 彼自身も自分を捨てたんですもうだめだ私何のために信仰を持ってイエスに従っていったんだろうそれでもイエスを捨てない人が一人いたんです周りのみんなはもうペテロと和解する気持ち三度遺んで断言したペテロと和解する気持ちは持ってませんでしたあえて言うなら彼自身の中にある 自分自身ももう和解自分と和解しませんこんな自分は許せんどうしようもないと思って一人だけ和解を望んでた方がいらっしゃったんですイエスですあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈った立ち直ったらいやあなたもあんなに知らないと言ってももう一回和解できるんだってそしてイエスが「 大祭司の中庭で振り向かれたんですペテロどうしました和解したんです自分に何かあったから和解したんですか頑張って和解したんでしょうかできませんね背水の陣どころか全部なくなったんですでもイエスの瞳の中に和解があったんです彼はそれを受け取ったんですそれで変えられたでしょこれが神聖なんですよ これはリバイバルなんです。主イエスこそが私たちの道であり真理であり命なんです。聖書は言います。ヨハネの17章3節永遠の命とは唯一の神でいますあなたとまたあなたが使わされたイエス・キリストを知ることです」ってどういうお方なんですか。サンドイなんだら、まあそれまあ、他の弟子も同じなんだけども。 いいやいやペテロがひどいことやってしまったなと私だったらそのこと言わないもう終わりだなだって私がここで言いませんけどいやいや聖書なんか信じませんよ再利用なんかありませんよと言ってると同じですから、ね、言いませんよ私は今誰かそこにここにいる人認めます ?47 年間を牧師やったの、まあ、もっと濃い,濃いかったのがペテロ3年半イエスと一緒です知らんっつったわけですよもう誰も 「いやあなたの存在が大切なんだ」「あなたを失いたくないんだ」「この関係和解の関係を続けたいんだ」「永遠の命とは唯一のまことの神でいますあなたとまたあなたが使わされたイエス・キリストを知ることです」そして第一ヨハネヨハネ第一の手紙これも「 開きませんけれども1章の節節から4節私たちが見たもの、聞いたものをあなた方に告げ知らせる。それはあなた方も私たちの交わりに預かるようになるためである。私たちの交わりとは、父並びに御子イエス・キリストとの交わりである。これを書き送るのは、私たちの喜びが満ち溢れるためである。 どんな時でもイエスは和解の手を差し伸べてるんです。そしてこれ大切です。五節から九節にこう書いています。神は光であって、神には少しの暗いところもない。少し飛ばします。神が光の中にいますように、私たちも光の中を歩くならば、私たちは 互いに交わりを持ち、そして巫女イエスの血が全ての罪から私たちを清めると書いてるんですよ。神は光であるって言ってるんですよ。フェテルは三度になんだときにどん底の暗闇でした。一点の光もなかったかもしれません。でも神は光なんだって言うんですよ。神には少しの暗いところもない。神が光の中にいますように、そこに和解を求めて、そら手を差し伸べている。もう一方的にそれをイエスは望んでおられる。 その光の中にその中で歩くならば私たちは互いに交わりを持ちニコ・イエスの血が全ての罪から私たちを清めるペテロとシュイエスの言葉はありませんでしたこのサンドイナンの時でも言葉を超えた素晴らしい会話があったんだと思います彼は思い出したんです私のために祈ってくださったな そしてあの瞳見,見て眼差し見たんですよある場合は人間の眼差しは言葉よりも強いですよそれを受け取った時に彼は和解しようとしたんですこれはね十字架上の業とも同じでしょ彼が神と和解する何か持ってましたもう終わり十字架につけられた苦しみの中孤独 絶望を呪うしかなかなった暗闇そのものですよだから彼はイエスを呪ったんですよあんた神の子だろう聞いたら人々癒したんだねじゃあなぜ今十字架から降りないんだ自分を救ってみろそしたら信ずると言ったんです徹底的に拒んだんですでもイエス見てたんです 父よ彼らをお許しくださいって。「和解の手そこで悪気の老に叫んでるお前が神の子だったら降りて来てみろてそれに対して手を伸ばして父を彼らを許してやってくださいこの我が血によって私の全てを通して彼らとも和解をしたいんだ」って言っるんです十字架上の強盗はびっくりしたんですこんな方がいらっしゃるのかそしてね和解始めたんですよ なんかないんですよもう一方の泥棒に「やめよう」ってこうなったのは我々がこうなったのは自分の罪の犯した結果かこの人はそうじゃない次にイエスよあなたが三国の権威持っておいでになるときに私を思い出してください和解しようとしてるんですよまあ救われるとか言って素晴らしい信仰だから救われるとか言ってんじゃないんですよ。でも この限りない愛を持って人々を許し人々に和解の手を差し伸べてるあなたとはあなたとは自分の救いも全部わからんし任せていくけどもあなたとは和解してみたいイエスよあなたが三国の権威をおいで持っておいでなの時に私を思い出してください相互関係でしょその時にイエスはあなたは今日私と共に パラダイスに言うだろうこの和解を通しても、まあその後書いてないんですけども十字架の強盗は恐れるものなかったと思います多分死も恐れなかったと思います苦痛も乗り越えたと思います平安いっぱいだと思いますこれが神聖ですよこれがリバイバル文字通り彼はリバイバルしましたイエスと和解することによってですもう一つですねまあ,あの繰り返しになりますけども あの嵐の中で弟子たちは小ぎ悩んでいましたねその時イエスが一緒に行こうと言ったんですよでイエスが一緒に行ってまあいろんなことが噴射に乗っているけどある時あのイエスは寝ておられたと書いてるとこがあるんですねへさきの方で寝ておられたどんどん嵐が激しくなった水が入ってきた溺れそうになった彼らは眠っておられるイエスを許せませんでした 眠ってておられるイエスとは和解してませんでした信じてるんでですよでも一生懸命やってこいでる時はねむしろその一緒にこいでる信仰の仲間弟子たちこれとは和解してるんですよ一,一つで一生懸命やりましょうどうしようもなくなったそれでイエスに言いましたちょっと言葉付け加えると「先生あなたが一緒に行こうと言ったんじゃないか」こんな嵐の中で私はこんなにこぎ悩んでるじゃないか。 なぜ寝てるんですかあまりにも無責任じゃないですか和解してませんイエスを根本的に認めてないわけじゃないんです逆説が同じわです我々イエスは本当に大好きなのにその日々求めてないからどっか隅に追いやるしそして逆にこういう問題が起こってくるとそれと対してそれと対話してしまうのでイエスに対してそういう気持ちになる そしたらイエスはどうしました起き上がりました海に向かって嵐に向かって波に向かって沈まれ黙れ静かになりましたやっと弟子たちが和解してこう言ってるんですよこの方は一体どういう方だろうこれなんですよありのままの皆さん方が全てイエスと和解してますか イエスを認めてますか。イエスはさ差しのまあそれ経験しないとわかりませんよね。ペテロでも三年半まあ深めていって深めていってまた深いところを経験したわけです。そして到達点は覚えてほしいんですけれども、あのヘブルの三聖年なんですよ。あのダニエー書に載ってますね。ネブカデネザル、まあ、えー、金の像とかあってもういろんなところで、えー、まあ。 祈りとか信仰それをこう制限されたわけですねそれであの命令があってそれに違反したら「燃える炉の中へ放り込む」って言われたんですねで彼らこう言ってるんですよ「私の神はこういう状態であっても必ず私を助けることができます」ってもう目の前に燃える炉があってそこに放り込まれる状態でもイエスと和解してるんですよ。 ここまで分かまでたとえそうじゃなくてもイエスが大好きです大きな御心あるでしょうこれが勝利の和解ですイエスは成し遂げてくださいましたイエスは私たちと世の終わりまで共にいるとおっしゃってくださいました今の時代は暗闇の時代です信仰が問われる時代です義人はその信仰によって 生ききることができます遺ヤ書の中にこれも引きませんけれども遺ヤ書の中に三十章ですね二一節イ遺ヤ書三十章の二十一節にこう書いています。あなたが右に行きあるいは左に行く時その後ろで「これは道だこれに歩め」という言葉を耳にく自分の考え方と自分の生き方に和解するんじゃないんです。 ペトロっって素晴らしい信号を持ってたんですよでもだからほとんどはイエスと和解してるんだけどもある部分がイエスがまだ分かんない十字架に作ったしいやあの別に憎いわけでもないし上から目線でもなくていや先生それ違いますよってで最後の三度避難も同じですねいや先生3年半前ならそうかも今は違う見てくださいこの熱い思いをイエスは全てご存知です。 そののためにあの幅くくしょなんですよ魂の正しくないもん一番臆底なんですよまあ難しい言い方で臆測ででもありのままでいいんですよありのままの全てが今イエスと和解しているのか全てをイエスに明け渡しているのかそしてその和解の務めを私たちは与えられた。 それが初代教会なんですよ。こう書いてるんですよ。もう初代教会はイエスとイエスの心を愛で溢れてで、そこに多くの方をイエスが入れてくださったっていう。その和解の中に、教会にキリストの心が溢れてたんです。キリストに対する思い、もう愛するキリストがいて自分を受け入れ。 遺憾してくださってそして再びいらっしゃる約束があってそのイエスを信ずることが本当に喜びであるという溢れる思いがあったんですよその和解の中にイエスは多くの人を招き入れてくださいました最終時代一番大切なのは教会員の一致ですこれは私たちがとことんありのままの私たちのすべてが イエスと和解を経験してなかったらそうなりませんイエスの命令です心を尽くし精神を尽くし思いを尽くしてすなるあなたの神を信じなさいそして何て言いました私があなた方を愛したように互いに愛し合いなさい和解の福音を私たち委ねられています皆さん 有名のすべてがイエスと和解してますかそれを日々求めてますかこれは深めることができるものですその和解の福音が教会にあふれるときそれは教会からあふれて多くの方々に伝わり初代教会はそうでしたあ,あんな交わりがあるならあんな平安があるならあんな豊かな信仰があるなら私たちも参加したい多くの方が加わりました私たちも 若いこそがリバイバルであることを信じて歩んでいきたいと思います恵まれました礼拝を感謝いたします閉会賛美歌 505番,50番を賛美いたしましょう。ご起立ください。 愛する聖なる神様共にこうして礼拝賛美し天台の豊かな導きあるいは私たち一人一人が大切な存在でありまたイエスが私たちを心から受け取り、まあ、弟子として育み御国まで導いてくださるお方であることを心から 感謝いたしますす私たちははイエスは大好きですしかしどうぞ大好きでありながらどっかまだイエスと和解していないところ豊かに受け取りまたえそこで深い絆へと本当に全て私たちのありまの者が全て絆へと結ばれていくことができますように助けてください。パウロは言いました私が生きているのではなくしてイエスが私の心の内に生きておられる。 どうぞ、その思いを一人一人が豊かに信仰の経験として受け取っていくことができますように助けてください。えー、主張してる方、それもできない方もいらっしゃいます。あなたが傍らにいて精霊で豊かに導き支えてください。またどうぞ、4月に入ると思いますけれども、共に礼拝するこの礼拝堂でのあふれる礼拝を備えてください。イエス様の名前を通して感謝してお祈りいたします。 Amen.